大阪府立白田高等学校は大阪府泉市白田町にある公立の総合学科高校。高校生急増期の昭和後期1978年に誘致運動を受け、府立119番目に新設されたマンモス校。1971年誕生の黒田革新不正が高校入試で15の春は泣かせない政策として大幅に府立高校を新設。 1973年度だけで開校13校が計画され、各自治体が地元誘致運動を進める中、119番目の不立高校として1978年に開校した。時代の地域社会における良識ある担い手を育成する学校を目指している教育課程は全日制課程で普通科を設置していたが、平成期の少子化に伴う大阪府教育委員会の 府立高等学校特色づくり再編整備計画に伴う統廃合の対象校となり2004年に普通科総合選択制に改編された普通科総合選択制では生徒は2年生から進度や興味に応じたエリアを選びエリア指定科目を学習するもので生活、現代、創造、表現、文化、芸術、国際、環境、スポーツ、健康 メディア、情報の6つのエリアを設置し、多様な選択科目を開講していた。2017年から総合学科へ改編された。生徒は、1年生では、国語、数学、英語、修塾度別学習や少人数授業などで、重点的に学習し、基礎学力を高める。2年生で12単位の系列、自由選択科目から、3年生では20単位の系列、 自由選択科目から選び、自分だけの時間割を作成して学習する。なお、100以上の系列、自由選択科目数がある。効果は、秒鎮ボルによる作詞、野村文治による作曲。校舎は、開校時1970年代の建築のままで、旧耐震基準の既存不適格で、震度6強の揺れで、倒壊の恐れがある。 このため2009年から回収を行った。ありがとうございます。